皆さんこんにちは。メジャーリーグで大活躍された野茂英雄さん。野球選手は引退後は球団のコーチや解説などされますが、野茂英雄さんは全くと言っていいほど解説などされていません。そんな野茂英雄さんは現在どうされているのでしょうか。野茂英雄さんは現在太ったという噂もあるようです。野茂英雄さんの現在の様子について調べてみました。まずはじめに野茂英雄さんのプロフィールと経歴を紹介します。本名野茂英雄、生年月日1968年8月31日、出身地大阪市港区、血液型 B 型、身長188センチメートル、体重 99.8キログラム、 活動内容元プロ野球選手、代表的な所属チームロサンゼルスドジャース、事務所不明、家族構成妻、長男、次男。野茂英雄さんの現在の様子や息子との関係について紹介する前に、まずはその経歴を見ていきましょう。野茂英雄さんは小学生の頃から野球をしていましたが、中学生まではあまり名前を知られた選手ではありませんでした。野茂英雄さんが頭角を現し始めたのは高校生になってからのことです。野茂英雄さんは大阪府立成城工業高等学校に進学し、高校2年生からエースとして活躍。1985年には夏の甲子園の予選で完全試合を達成します。高校卒業後にはプロからの誘いはあったものの、新日本製鉄堺へ入社し、社会人野球選手としてスタートを切りました。都市対抗野球大会やソウルオリンピックでの銀メダル獲得への貢献を経て、野茂英雄さんはプロ野球入りします。1989年のドラフト会議で野茂英雄さんは8球団からの1位指名を受け、近鉄バファローズに入団することが決定しました。近鉄バファローズ入団1年目の野茂英雄さんは1試合17奪三振を記録するなど圧倒的な投球を披露。最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率を獲得します。さらにベストナイン、新人王、沢村栄治賞、 MVP にも輝きました。その後の野茂英雄さんは日本プロ野球界の歴史を塗り替える記録を次々と打ち立て、1995年にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結びました。この年の5月2日にメジャーデビューした野茂英雄さんは日本人として2人目のメジャーリーガーとなります。野茂英雄さんの独特のトルネード投法はアメリカメジャーリーグでも威力を発揮。野茂英雄さんは日本人メジャーリーガー史上初の完封勝利、球団新記録となる4試合での50奪三振などを達成し、アジア人初のピッチャーオブザマンスも獲得しました。ドジャースでアジア人として初となる様々な記録を打ち立てた野茂英雄さんは、その後メッツやカブス、ブルワーズ、タイガースといった様々なメジャーリーグ球団で活躍。そして2008年に野茂英雄さんは現役からの引退を発表しました。現在は多くの日本人がメジャーリーガーとして活躍していますが、そのパイオニア的存在だったのが野茂英雄さんだと言われています。2014年には野茂英雄さんの功績が称えられ、最年少で日本の野球殿堂入りを果たしました。日本のプロ野球、そしてアメリカのメジャーリーグでも大活躍されてきた野茂英雄さんですが、現在はどうされているのでしょうか。野茂英雄さんの現在の仕事などについて調べてみました。野茂英雄さんの現在の年齢は54歳で、2023年8月30日の誕生日を迎えられると55歳になられるようです。野茂英雄さんがメジャーリーグに挑戦したのは26歳の頃のことですので、それからすでに29年が経とうとしています。現在の野茂英雄さんはコーヒーが話題になっているという情報がありました。調べてみると野茂英雄さんは実業家としての顔も持っており、ポートランドコーヒーロースターズのコーヒーをオリジナルブレンドし、野茂ブレンドコーヒーとして販売しているようです。この野茂ブレンドコーヒーは京都市東山区高台寺下河原町にある店舗で購入できるほか、野茂英雄さんのオンラインショップでも購入することができます。野茂ブレンドコーヒーはコーヒー通の間でも評判の美味しさだそうです。野茂英雄さんの現在の野球関連の仕事についても紹介していきましょう。野茂英雄さんはすでに現役を引退されていますが、現在も野球関連の仕事はされているのでしょうか。野茂英雄さんの現在の野球関連の仕事について調べてみました。2016年、野茂英雄さんはアメリカメジャーリーグの球団サンディエゴパドレスのアドバイザーに就任しています。
現役時代の野茂英雄さんはパドレスに所属した経歴はありませんが、環太平洋圏との結びつきを強化するという目的で抜擢されたとのこと。野茂英雄さんは環太平洋圏とのパイプ役を担うだけではなく、球団の選手育成にも携わっているのだそうです。野茂英雄さんはパドレスの若手選手に自分のアドバイスが伝わっていくことが願いと就任の際にコメントされていました。野茂英雄さんは現在自身が設立した特定非営利活動法人野茂ベースボールクラブの代表理事も務めています。特定非営利活動法人野茂ベースボールクラブは兵庫県豊岡市に本拠地がある社会人野球のチームです。野茂英雄さん自身も社会人野球の選手だったということもあり、資材を投げ打って設立されたチームとのこと。特定非営利活動法人野茂ベースボールクラブはベースボールクリニックなど青少年の育成活動にも取り組んでおられるそうです。現役時代は長身でスタイル抜群だった野茂英雄さんですが、現在は少し太ったとも言われているようです。かつての野茂英雄さんはイケメンでスタイルも良く、女性からも人気を集めていました。現在は50歳を過ぎていますので、体型の変化があるのも当然かもしれません。ただ過去の野茂英雄さんと比べるとあまりにも体型が異なりすぎ、太ったという声がネット上でも多く見られるようです。野茂英雄さんの現在の姿を見ると、確かに以前と比べると太ったという印象があります。かつての野茂英雄さんを知っている人からすると、まるで別人のように見えるかもしれません。野茂英雄さんが現在太った理由として考えられるのは、やはり現役を引退して運動量が劇的に減ったということが挙げられるでしょう。野茂英雄さんは現在パドレスのアドバイザーをしていますが、コーチというわけではありませんので、普段の運動量はそれほど多くはないと考えられます。野茂英雄さんが太った理由としては運動不足も挙げられていますが、食生活の変化もあるのではないかと言われています。現役時代には筋肉や体力維持のために食事内容にも気を使っていたはずです。しかし現役を引退後はこうした食事制限からも解放され、比較的自由に好きなものを食べている可能性もあるでしょう。こういった食生活で太ったと考えられますので、このままいくと糖尿病などの生活習慣病になってしまう可能性もあります。糖尿病は重症化すると足の切断や失明などの可能性もありますので、これからは健康管理を気にかけてもらって現役当時のような体型を維持してほしいですね。いかがでしたか。今回は野茂英雄さんの経歴を紹介しつつ、現在の仕事や太った理由について紹介してきました。野茂英雄さんは現在も野球に関わっているそうなので、このまま元気に活躍してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。